証券コード8803、平和不動産株式会社代表取締役社長岩隈博之さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。平和不動産さんっていうとまずは遠隔からお話を伺った方がよろしいかなと思うんですが、ユニークな遠隔ですよね。はい、当社 の、 社名ご存知の方いらっしゃるかどうかなんですが、日本 の、 証券市場兜町ですが、そちらが再開になりましたのが1949年になります。これから遡る2年、我々はですね昭和の22年にですね日本橋兜町にですねスタートした不動産事業会社でありまして、実は当時の証券取引所から分かれる形でスタートした会社でございます。今ご紹介いただきましたようにユニークと言いますのは、当時証券取引所は取引に専念しなさい、それから取引所が持っている資産なりですね運営管理をする会社ということで、弊社平和不動産がですね昭和の22年にスタートしたというところでございます。今日は東京証券取引所さんのブースでこういう証券市場の歴史展っていうのを配っておられましたけども、まさにこれとともに成長してきた会社って考えてよろしいですか。そうですね、当然メインは東京証券取引所中心に証券業界がですねこれまで70年の歴史ということの主役を演じてきたところでありますが、我々もそこのですね支援をする企業として一緒に歩んできたというところでございます。しかし遠隔を拝見するとそれのみにとどまらず、いろんなビルの保有というの、不動産の保有というのがどんどん広がってきているという印象なんですけど、そうですね、実は遠隔またダブりますけど、我々日本に現在は5カ所に取引所があります。東京のほかでは札幌、名古屋、大阪、福岡というふうにございますけども、そういういわゆる主要都市証券取引所ある地区のですね、ビル証券取引所のビルをはじめとした金融地区のそういった資産をですね持たせていただいて運用している不動産事業会社であるということでございます。はい、さてそういう中で、業績面拝見すると、堅調推移という感じでよろしいでしょうか。見といて。そうですね、画面にも出てるかと思いますが、だいたい売上が400億前後、営業利益で80億、90億前後ですね、そういった会社で推移をしているということでございます。それから、今先ほどお話がありました全国の主要都市にてのビル賃貸事業、これ結構な数を保有されてますよね。そうですね、これは2000年あたりからですね、こういった事業に取り組み始め、いわゆる三井不動産さんであったり三菱所さんと同じようにですね、総合的な不動産会社というふうに入ってきたというところではあります。やっぱりそれぞれの都市で古い歴史をお持ちになっている強みっていうのはございますか。そうですね、やはり先ほど来の繰り返しになりますけども、我々の事業のベースは証券取引所のある地区でございますので、そういったいわゆる金融地区、皆さんご存知かどうか、日本橋は兜町でありますが、大阪に行きましたら北浜、福岡に行きましたら天神、名古屋に行きましたら栄というですね、各いわゆる旧商業地区というんでしょうか、そこに証券取引所が現在でもございます。そういった地区のビルを所有させていただいて現在に立っているというところですね。つまり取引所のある場所っていうのは立地は非常にいいところだということですね。そうですね、これはこういうところで私が言うのはどうかと思いますが、ご案内のようにどの主要都市もですね、駅前はJR さん中心に駅の文化っていうのが展開をされていると思います。ただ一方でどの地区も旧商業地区、もっと申し上げれば歴史のある地区はですね、先ほどご案内したように天神でありましたり日本橋であったりと、そういう何ですか、それぞれの地区の個性、つまり歴史がですねある地区であるというふうに思っております。平和不動産さんの現在に至るまでの過程はここまででよく分かりました。はい、その先の平和不動産さんはどうなのかっていうのを中期経営計画などからお話を伺いますでしょうか。そうですね、そういう面では昨年、私ども創立70周年を迎えております。70年というのをですね、どう評価するかなんですが、やはり不動産事業会社、特にビルあるいは都市というふうな規模で考えますと、やはりインフラの更新時期に入ってくるわけですね。そういうことをチャンスと捉えまして、これからは先ほどからご案内してます、主要な都市のですね、そういった金融地区、こういったところのまちづくり、
これに貢献する会社を目指したいというふうに思っております。やっぱり日本全国の街を活性化していくっていうのも一つの使命と考えてよろしいでしょうか。そうですね、 あくまでもその一端をですね担わせていただければということで、後ほどもちょっとご案内するかもしれませんが、東京の方では、国際金融都市東京という計画がですね、現在の小池都知事の中でも進められておりますが、まあ、当然大手町から我々の兜町というところになるわけですが、そういったところの、まあ、町づくりの一端を担わせていただければというふうに思っております。これ拝見してますと、その不動産事業そのものも、その単なる賃貸事業ということではなくって、まあ、不動産ソリューション事業という新たな分野も加わってきていると考えてよろしいですか。そうですね、そういう面ではこれは大手の不動産事業会社はすでに手掛けられていると思いますけども、いわゆるまあビルオーナーとなって、まあ、賃料収入を上げるところと、いわゆる物件をですね、まあ、取引していく、もっと申し上げれば、今日ご案内の方々リートというですね金融商品をご存知かと思いますが、そちらの方に物件を入れていく、まあ、そういったことの、まあ、物件の取得というんでしょうかね、そういったようなことも並行的に事業として展開をしているというところですね。まあ、今の中期経営計画の中に日本橋兜町茅場町再開発を起点にまちづくりに貢献する会社へとこう入っておられます。そして、ネクストディケードとして2023年度連結営業利益100億円台へとこういう目標を掲げておられますけども、結構皆さん兜町についてはご興味をお持ちかと思いますので、社長、兜町のお話もちょっと伺っていいですか。再開発等と含めまして、今絵が出ましたが、こちらが東京都がですね、いろいろ会議体等でご案内している資料でございます。東京のですね、まあ、金融地区の、まあ、活性化といいましょうか、競争力強化ということで、実はこれまで、東京のこういった議論は3回目になります。前2回は最終的な形を見ずに今終わっているということで、今回はある面、まあ、ラストチャンスかもしれませんが、そういった点ではですね、今回の大きな違いは先ほどもちょっと触れましたが、大手町というですね、皆さんがご存知のいわゆるこう主要な金融機関がまあ存在するビルを構えている地区からですね、いわゆる私ども東京証券取引所がありますようにマーケットのある町、そういうことがですね、こううまく町が相互に連携しながら全体の競争力を高めていきたいというのが今回の計画の特色であります。ということは、まあ大手町っていうと、まあ、どっちかというと事業法人の多いビジネスエリア、そして、兜町っていうと、まあ、金融エリア、そして真ん中の日本橋の商業エリア、ね、これが結合するっていう方向ですか。そうですね、まあ、それぞれの機能がですね、分担という言葉もありますが、連携というようなことがですね、はい、今回の特色かなというふうに思っております。となってくると、兜町にもさらに人がたくさん来てくれるようになることを願ってよろしいということでしょうか。そうですね、そういう点ではこれも少し補足いたしますと、1999年に東京証券取引所当時の立ち会い場をですね閉場したということから、町の姿が大きく変わっております。よくテレビで町のですね風情をよく目に見る方、出していただきましたが、ちょうど上 の, 上の段の写真ですね、中段にある、ね、絵ですね、これが立ち会い場の昔の姿でありますけども、ここに、まあ、毎日3000人ぐらいの方々が、まあ、売買にご訪問があったというのが兜町の、まあ、姿であったわけですが、それが1999年の立ち会い場の閉場に伴ってですね、まあ、この町からのにぎわいというものが、まあ、喪失していったというところで、それがまたちょっと変化を兆しが出てきたっていうイメージ、ね、そうですね、先ほどのこの東京都と一緒にまあやろうとしているですね、一旦を担わせていただきたいということの計画がこの絵でございます。そして足元の兜町についてはどんなイメージで考えておいたらよろしいでしょうか。街づくりエリア、対象エリアになってますね。そうですね、これはここに、まあ、いくつかビルなり、赤く印をつけてますが、これは当社平和不動産が所有しているビルなりをですね、この赤く印をつけております。まあ、全体10万平米、まあ、ございます。そのうちの約5割から6割ぐらい、4割、5割からぐらいですかね、我々で所有をしていると。したがってここを先ほど申し上げましたように我々の、まあ、発祥の地でもございますので、ここを再開発をしていくということが課題であると。もう兜町一部は古いビルが取り壊しになって再開発のイメージが出てきましたが、これがやっぱりつながっていくってことでしょうか。そうですね、これもおかげさまでここのところで国家戦略特区ということのですね、ご認定を、先週のところ、まあ、よくタイミングよくですね、先週のところで内閣総理大臣の
いわゆる戦略特区の認定をいただきましたので、今ご紹介いただきましたけども、すでに同時並行的に解体は進めておりましたが、そういった点ではまさに来年度以降着工ということでですね、まちづくりをさらに進めていくというステージに入っていくということ。これどうなんでしょう、今見ている兜町と数年先の兜町ってのは、これ見違えるように変化するようなイメージがあるんですが、いかがでしょうか。これは戦略特区の方にも提案をしておりますが、ビルを建てるということではあるわけですが、やはり主役になりますのはですね、今回は資産運用、投資家の方、あるいは企業家の方というですね、そういった方々の対話をするエリア、こういったものを作ってまいりたい。今日の会場がございますように、はい、こういった IR でありましたり、もっと、あれば株主総会でもあると思いますし、スモールミーティングを発行体とやるような、そういった企業をご紹介する、あるいは投資家の方々との対話をする、そういった機能をですね、実は新しく建てるビルの低層部には用意をしたいというふうには考えております。今お話がありましたビルっていうのは、この第1弾プロジェクトのお話になりますでしょうか。そうですね、これが先週戦略特区の認定をいただいたビルの2021年ですので、あと3年ほどですか。そうですね、はい、竣工するということで、進めるビルでございます。解体はほぼ終わっておりますので、これから着工ということですが、ここの低層部、ちょうど下の方に区切りが見えると思うんですが、そこから下に4階ほど、例えばミニライブラリーでありましたり、皆様がちょっといろいろ意見交換するようなスペースであったり、それから情報発信というマーケットのですね、いろいろなものをご紹介するような、そういった金融、貢献というんでしょうかね、そういったフロアを用意したいというふうに思っております。ということは金融圏にもなってきますし、情報発信の街兜町というのがまた戻ってくるかもしれないと。そうですね、やっぱり兜町の我々も私も町に40数年住んでおりますが、やはりそういう昔のと言いましょうか、新しい兜町、投資家の方々にいろいろな金融マーケットに関する情報を発信していく、ご利用いただける街にしていくということが課題かなと思いますね。それをやっぱり不動産等々の面から担っていくのは平和不動産さんだという認識でよろしいございますか。そうですね、先ほど申し上げましたように、70年前にこの地に誕生してですね、現在に至っておりますので、当然引き続きいろんな方々とのですね、関係をいただきながらということになりますが、主たる我々がですね、そういうテーマを抱えてですね、進めていきたいというふうには思っております。ということは社長、小川さんなんかは昔の兜町を知らないと思うんですよね。あのにぎわいが戻ってきたらすごいことになりますね。そうですね、それはもう大変なにぎわいだと思いますので、はい、ぜひご期待いただければと思います。でもイベントですとか、そういったものがどん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 開かれるようになると、やっぱり皆さん来ていただけるようになりますよね。そうですね、これはご案内かどうか、現在でもですね、東京証券取引所には6万から7万人の年間にですね、見学の方が見えています。我々はやはりこのビルに8万を超えるですね、10万に迫る、そういう方々のご利用を考えてですね、低層部は設計していきたいというふうに考えています。最後に社長、投資家さんおられますので、メッセージを一言頂戴できればありがたいですが。今日初めてお目にかかりますが、平和不動産という名前と、どこまでご理解いただけたか、時間も短いあれでありました。昔はよく証券取引所の大家さんという言葉でですね、言われたと思います。確かに70年のうち50数年はそういう歴史だったと思いますが、20年、ここ十数年ですかね、こういった新しい事業に取り組んで、ぜひとも、東京ばかりではなくてですね、各主要都市も含めたそういったところのまちづくりに貢献していきたいというふうに思っておりますので、ぜひともお力添えいただければと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。平和不動産株式会社代表取締役社長岩隈博之さんでした。ありがとうございました。